じゃあ最後にもう一曲、初期のね超地味なアルバム、モアの中の素晴らしい曲、ナイルソング。Thank you.
どうもありがとう。最後に電子音棒をね、素晴らしいメンバーを紹介させてください。まずは今日はゲストプレイヤー、素晴らしいサックス、阿部さん。そしてキーボード、大久保春奈君。そしてベース、ギター、ボーカル、大木田裕太郎。で、ボーカル from マイアミ、ケネス・アンドリュース。そしてパワフルなドラマ、柏原克実。そして今回初登場、コーラス、広野由紀。そしてもう一人コーラス、富田玲香。そしてこのバンドのね、一番お兄さん、おじいさん、キーボード三國義隆。そしてちょっとね、去年急遽急性心不全っていうんでね、亡くなってしまったんですけど、コーラスやってたね、ラブリー・レイナさん。本当にもう、まあ、彼女は本当にこの番組すごい多大なる貢献をしてくれて、本当に彼女入ったおかげで すごく番組良くなったんですよね。本当に彼女はこの人生を卒業して、まあ、多分この辺に遊びに来てると思うんですけど彼女にね、まあ、感謝の印でちょっと拍手をお願いします。どうもありがとう、レイナ。リーダー、ギター、シャケ、小暮シャケ滝彦。原子心棒はステージの上にいる人だけじゃなくて、実はメンバーがたくさんいます。この照明、ライジンテリー。そして今日は音響 PA にフジロックでね、いつもフィールドオブヘブンでついてやって、フジ出た時もやってくれたアコースティックの武田さん。そしてたくさんの方に支えられてこれが実現しました。皆さん本当にありがとうございました。皆さんも本当にありがとうございました。本当に長い間どうもありがとうございました。とね、今度この日比谷の森の外にはもうビルがあってね、みんなもう残業やってんだかなんかわかんないけど本当に楽しい時間、本当にみんなで共有できて本当に良かったです。じゃあまた大阪来れる人は大阪、もしくはまた何かの機会がいろいろあると思うんでね、またお会いしましょう。どうもありがとう。
例えがかっこいいです。本当に見れてよかったです。ありがとうございます。以上をもちまして、本公演はすべて終了いたしました。どちら様もお気をつけてお帰りくださいませ。本日はご来場いただきまして、誠にありがとうございました。